あ、すいません、ちょっと来客がありましたんでまた再開します。はい、どこまで行ったっけ。なんかあんたがわけのわからん揺れるって英語で何やったっけって。はい、ボールチェーンです。ボールチェーンが揺れるイヤーカフです。ああ、それもボールチェーン。ありそうであんまないよね、うん、ボールチェーンで作ってる。それもイヤーカフ。イヤーカフやん、全部全部イヤーカフ。もう、うん、ここにはピアスはない。うん、イヤーカフ。今から紹介するのは全部イヤーカフです。はい、失礼しました。パールがついてるのとか、私ほぼほぼ持ってて、これも耳につけた感じが変わってて、持って？ん？持って？どう、何？携帯？何？携帯を持って。いらっしゃい。はい、こんにちは。これをね、このイヤーカフをちょっと今からつけます。うん、はい。それ映さん方がいい。ちょっと待て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 。ちょっと待て、あんたはちょっとカメラ台として立っといて、ずっと。ここをインにしたらどうなの？インカメ。あ、オッケー。動いてあかんで。うん。これをこのままつけ。今つけてます。鏡じゃないから見にくいけど、私もこれ持ってて、あれ？あ、なんか落ちたで。私のや。あれ？わかんない。もういいです。え？もういいです。ちょっと待って、これ、待ってやつ。ちょっとこれ、なんかもうつけようと思ったけど、はい、さっとつけられへんかったからやめます。はい。これ、うん、これにしますか、うん、はい、こっちをつけます。ん、もんとかいちいち言わんでいいねん。もう持っときゃいいねん、うん、持っときゃいいねん、あんたは。こんな感じ。こういうのもイヤーカフで、これ 2way で、 2way、うん、はい、これを今からつけます。なんかカメラがインになったりアウトになったりややこしいんかな。ちょっとこれね、うん、じっとしときゃええねんな、うん、じっとしといて。こんな感じで、何が 2way かって、これが、これがこんな感じで撮れる。だからこれだけでもつけれるっていうね、うん、はい、ちょっとめんどくさいからつけ、はい、ぶら下げてるだけやね、引っ掛けて、うん、これね、結構装着、あまりイヤカフつけへん人は、うん、結構あれかも、手間かかる、うん、つけんのに、うん、慣れへん人は、うん、この星も、星とパールのイヤカフもかわいい。
でもなんかイヤカフあんまつけたこと、あんまつけたことないって人が、うちジャックルーズでこれ、ね、なんか買ってイヤカフデビューして気に入って買いに来てくれる人も、わかるかな星が、うんうんうん、結構つけやすい、つけやすいんですよ。こんな感じで、うん、この星の、これカメラ位置こっちこれでいいの、うん、星のシリーズがこれ、うん、あと三角ね、これかわいいね、これで税込み4,510円、星のシリーズ。あ、他もだいたいそれぐらいだった。これ結構高い方かも、4510円が高いです。あ、大体3000円ぐらい、うん、あとこういうパールがついてるやつとかこれもおすすめ。はい、これがつけた感じが、はい、台になります。私があんまり映りたくないねんな、うん、そこ、ストップ、はい、ストップ、こっちから見えへんから。これめっちゃ可愛いねんけど、これが、ちょっとこれ取ろう、これが、こんな感じ。これキラキラしてて可愛いねんな。持ってんねんけどな。うん。これで3,960円。大体そんなもんか、値段は。でしょうね。この色違いで。ブルー。イエロー。ピン。かわいい。ちょっとこれひらひらが大きくなるタイプ。値段は全部一緒。うん。あ、これが4,290円。これいくらだっけ？これ3,960円。なんかね、イヤーカフいろいろあります。これ一人の女の人が全部デザインから制作まで。彫金クリエイター型から作ってる。え？型から作ってるの？型から作ってるっていうの、うんうん、全部あの熱で曲げてとか、うんうんうん、はい、ちょっと変わって、はい、商品紹介ちょっとして、この辺ちょっと片付けます。うん、うん、こんな感じです。はい、いろいろいろんなデザインが下行きます。イヤーカフでもこんな、なんかいろんな、なあ、なんかネタつきへんのかな、すごいよな。うん、ちょっと上に行きます。これ上、これもイヤーカフ、これなんか、これブレスレットか、うん、ブレスレットもあります。これもせん、あ、これつけてたっけ、シュシュリエさんはつけてた感じだね。これブレスレット、なんかどれかつけてんかったっけ、うん、つけてる。ちょっと後ろ通っていいですか、はい、ジャックルーズの、はい、はい、こんな感じです。はい、え、終わり、はい、そんな感じです。あ、いや、え、もう終わり、この感じで終わるの、はい、終わりですはい、まあ実際もういろいろあるけど、うん、結局のところ私は初心者、え、イヤカフ初めてですっていう人にはこのシリーズをおすすめしたい。なるほど、ほんま可愛いから間違いないと思う、うん、
これは間違いないと思う。でも手持ちのピアスイヤリングと合わせれるとかだよね、うん、これは間違いない、うん、優秀。はい、じゃあ先が私すっごいお腹なんねんなキュイーンキュイーンって。まあでも実際ちょっと手に取って耳につけてみてじゃないとあれやね、うんうん、これは耳に合う合わへんがデザインだって、まあ、あるけどこれはな多分なそんなおらんと思う合わへん人この子たちは、うん、他のはまあちょっと入りづらいとかつけたら痛いとかあると思うけど、うんうん、間違いない、間違いない、間違いない、はい、間違いない、はい、じゃ、はい、では今日はハンドメイドアクセサリージャックルーズの、商品紹介でした。で明日が金曜日なので明日は1時2時ぐらいにできたらなと思います。はい、では今日のライブ配信はこれにておしまい。はい、ではまた明日。さよなら、ありがとうございました。